こんにちは、アミティ先生です。今日はロンドンのプロクリエイトイベントに来ています。見てこれ、すごい雰囲気がやばいです。もうぶち上がっております。あのクリエイターと思われるすごいイケイケな人たちがですね、めちゃくちゃたくさん集まってて、もうすごいなんか DJ みたいな感じの音があったりとか、あのすごいブースがねここにあったりとか、あのとんでもないことになっております。今日はですね、ここからあのプロクリエイトの大発表会があるということで、この漢字を見るとですね、多分すごいすごいんでしょうね。10年前にプロクリエイトで出たんですけど、そこからこういうなんか発表会みたいなんて今までねなかったんです。だからこの10年経って発表会するぐらいだから、多分すごいすごいことなんですよね。はい、すごくない？もう長蛇の列、もうめちゃくちゃ長蛇の列ですっごい並んでるんですよ。なのでそれ並んで、下の発表会ブースみたいなところに行くのかな。はい、何があるんでしょうね。かっこいいよ。ちょっとクラブみたいな感じ。We're so excited to be here and bring you the latest and greatest in animation. Over the last 5 years, we've been working on something new. Today we are here not to talk about an update to Procreate. We're here to talk about a completely new Procreate product. A new app that will sit alongside Procreate on the App Store.終わりました。もうやばかった、超鳥肌立った。アニメーション、ビデオ、オーディオ、もうなんか多すぎてちょっと頭パンクしそうなんですけど、いやなんかもう最高でしたね。11月からだって、早く使いたい。いや本当に最高だった。もうなんだろう、泣きそうになった、なんか感動して。はい、ということで今ね後ろでハンズオンって言ってすごいでっかいブースがあるんですけど、ここでなんか多分新機能を使わせてもらえるっぽい。あの実際に出るのは11月かららしいんですけど、ここでちょっと使えるみたいなんで使ってみます。プロクリエイトの画面で、プロクリエイトドリームズって言います、はいはい、でこれがプロクリエイトっていうギャラリーなんですけども、シアターって読みます。じゃあちょっと開いてみますね。ここがステージって言って、キャンバスみたいな、キャンバスですね。で下の方がタイムライン、はいはいはい、編集なり音楽を入れたりすることができます。タイムラインがすごい。はい、あ、こういうふうなジェスチャーで大きくしたり、あ、すごい、することもできます。簡単に変えれるんだ。3本指でこういう左
由に動かして、プロクレートのデフォルトブラシも入ってますし、私もじゃあここにこういう風に簡単に手を入れることができます。え、それを動かすには、それを動かすにはじゃあ、これのパフォームっていうのをタップします。はい、そうするとこのノードが出てきて、今これデディってなってるので、じゃあ一緒に他のものと一緒に同じように動かすようにします。で、これでこうポンってやると、あ、すごい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 っていう、もう一回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 先生ボディダイヤ動いてる。で、できます。それだけ？すごいすごい。もうちょっと簡単に分かりやすくお願いできますか？ちょっと難しすぎて、ちょっと練習しますね。ファンがついてくれへん。じゃあ、行きます。私もついてくれ。行きます、はい、十字キーをタップすると、キャンバスステージっていうのが出てきます。なので、もう作る作品によって好きなサイズを選ぶんですけど、これはスクリーンサイズ、今回エンプティをハウスでやると、まず何も入ってないです。では簡単な丸を描いていきたいと思います。ニコちゃんでお願いします。ニコちゃんマークですかね。あれ、ニコちゃんマークって言うの。あ、そうトラックって言います、うんうん、で今は、デフォルトで15秒に設置されてるんですけど、じゃあ簡単に、まあ、5秒にしてみようかな、うんうん、で新しいトラックを入れて、じゃあ顔を大丈夫大丈夫かわいいかわいい、はい、お願いします。でやっぱり5秒じゃなくて、3秒にしたいと思うので、タイムラインエディットでこう丸して2つ選択するして、こう短くすることができます。一緒に一緒に囲って選択できるのいいですね。そうです ね、 ね。でこれを一緒に動かしたいと思います。グループこう一緒に今グループにして、じゃあこうやって、そうすると、あ、マジで。で黄色がちょっとやいになったので、これで簡単に緑のやつができるんです。え、あ、黄色が緑になった。はい、顔だけ、顔だけも変えちゃう。あ、でして、じゃあもう一回撮ります。で、そうすると、あ、形が変わってるっていうのができます。これは動かせれるんですね。こう女の子自体を前に行ったり、そこに行ったりできる。パフォームでやってるんで。行きますね。今もう一回、はいはい、これ見ていただければ画面の外にも行くんですよ。やば。アップルペンシルの動きに合わせて全部やってくれるってことなんだ。そうです。じゃあもうキーフレームとかもいらない。いらないです。いらないんだ。いや、新しすぎる。何回も何回も描かなくても全然大丈夫です。はい、だるまを転がしたいんですけど、どうしたらいいですか？だるまを転がすにはこのパフォームモードね、パフォームモードにして、でアンカーポイントをまずアンカーポイントをつける。真ん中ですかね、これを中心に真ん中。あ、なるほどね。真ん中を中心にアンカーポイントを置きました。あ、そういうこと。あ、すごい。
え、マジ？え、それでいけるの？はい。あ、すごいすごいすごい。めっちゃ回しただけやん。回しただけじゃん。回して、あ、じゃあ転がします。え？あ、まず外に出す。それを、あ、すごいこれ。みたいなことが、あ、すごい。これ向こう行って戻ってこれる？戻るのはできますね。行けないかな？あ、戻ってきた。戻ってきた。さあ、ループのやつをリバースかなんかにしたんです。ああ、なるほどね。行って帰るみたいな。これめっちゃいいじゃないですか。これめっちゃいい。なるほどね。アンカーポイントを使ったらいけるんですね。そう。で、このなんか、これ何モードだっけ？パフォーム。パフォームモードね。このパフォームモードが結構肝ですね。肝ですね。絵描けなくても動かせる。確かに。お着替えしました。プロクリエイトカラーにお着替えしてきました。はい、ということでですね、プロクリエイトの新機能の発表会、あの新機能っていうよりかは新しいもうアプリが出るっていう感じでした。プロクリエイトから全く新しいアニメーションのアプリが出ますよっていう発表会でしたね。なんでアニメーターの人がね、すっごいたくさんいたイメージだったんですけれども、本当にみんなすごい感動してました。もうね、ロンドンで発表会するだけあるなっていうぐらいめちゃくちゃびっくりした。私もすごい感動して、なんかね、ちょっと概念が覆される、アニメーションの概念が覆されるような感じで、ちょっと脳がねついていくのが必死だったんですけれども、今までのフレームアニメーション1個ずつ絵を描いていく感じのアニメーションとも違うし、キーフレームアニメーションって言って、あの点と点を置いてその間をつなぐようなアニメーションとも違う、もうアップルペンシルでこうやって描いたらその上をこうなぞるように動いたりだったりとか、その動きに合わせて色が変わったりとか、こうぼかされたりとか形が変形したりとか、もう本当に直感的にできるようなアニメーションアプリっていう感じなんで、今までアニメーションアプリを使ってた人はちょっと使いにくいというか、最初うってなると思います。なんか今までの感じと全然違うから。ただ初めてアニメーションを作る人、使う人はうわすごい使いやすいってなると思います。私も最初、え、何これって思ったんですけど、ずっと使ってたらこっちの方が使いやすいってなったから、本当にそれぐらい直感的に動かせるようなアニメーションアプリっていう感じです。で、今回出るのがプロクリエイトドリームっていう新しいアプリで、前のプロクリエイトっていうアプリもそのまま残ってると思います。こっちはどっちかというともっとイラストに特化したアプリで、こっちはアニメーションに特化したアプリっていう感じかな。ブラシの種類もね、ちょっとまだ少ないというか、まあ、少ないって言っても結構あるんですけれども、こっちに比べたらまだ少ししかないっていう感じで、だけどこの元々のプロクリエイトからブラシをこっちに持ってきたりもできるらしくって、で元々こっちで描いたイラストをこっちに持って行ってでアニメーションを作るみたいなこともできるらしくて、なので2つでこう併用して使う感じになるんかなっていうのを聞いてて思いました。なんでなんか作れる幅、作るもののバリエーションの幅もめちゃくちゃ広がるし、なんかもうアイデアがどん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 出てくる。あ、これも作りたい、これも作りたい、あれも作れるみたいな感じで、もうめちゃくちゃ楽しかったです。本当にね、テンションが上がりました。もう10年ぶりの発表だったから、10年ぶりっていうか生まれてから10年で、そこで10年を節目に新しいのを出すっていうね、かっこいいプロクリエイト、本当にもうプロクリエイトを押してきてよかったなって思いました。はい、ということで、価格、そう価格だ、価格がびっくりしたんですよ。この価格を発表された時がですね、一番沸きました。値段が19ドル、日本円にしたら2900円ぐらいかな。やばくないですか。
安すぎるこのクオリティで3000円以下はちょっともうびっくり、安すぎていいのって思ったぐらいなんですけど、本当にこの発表会最後の時に19ドルですって言われたんですけど、その時がうわーってなって、それぐらいみんなその瞬間興奮してらっしゃいましたね。このアプリが11月の22日にアップストアに出てくるらしいです。なのでちょっと時間がありますね。はい、もう待ちきれない、早く使いたいっていう感じで、今ねそこに実機みたいなのがあっていろいろ触ってたんですけど、もう今しか触れないからさ、必死にいろいろ覚えてやってました。なのでまた11月にね出る頃には私もいろいろ使えるようになってたいなと思うので、いろいろ勉強して帰りたいと思います。また動画出すので楽しみにしておいてください。はい、ということで今日はロンドンからお届けしました。もう一個ね Vlog 撮ってます。すっごいこのプロクレートの発表会でっかくて、いろんなところでいろんなことが起きてるので、その Vlog も撮ってますので楽しみにしておいてください。ということで